グループの画面で共有をクリック、リンクを知っているすべてのユーザーが参加できますを選択してコピーをクリック。子どもたちのブラウザでコピーしたリンクを開きます。教師画面に戻りメンバーを確認すると1号くんが追加されています。もう一度共有をクリック、承認したユーザーだけが参加できますをクリック、コピーをクリックして他の児童のブラウザでリンクを開きます。先ほどとは違い参加依頼の画面になりますのでグループに参加をクリック、要求を送信しました。教師画面でメンバーを確認すると2号くんからの参加リクエストが表示されます。よろしかったら追加をクリック、これで2号くんもグループに参加できました。2号くんの画面でブラウザをリロードすると晴れてギガ小学校6年1組に参加できています。どちらでも自分の環境に合った方法で子どもたちを追加してください。超絶簡単です。